ご乗車ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、ジャック RXY です。はい、というわけで今回からですね、こちらデッドバイデイライトの、実況プレイをですね、不定期ではあるんですけれども実況プレイをしていこうと思います。僕が購入したのはパソコン版でして、まあ購入してからまだ、2日かな2日しか経ってないですけど、まあ今回やっていきたいと思います。いろいろとキャラのレベルを上げたりとかして、いろいろ下準備はね多少できたつもりでいるので、まあ、やっていくんですけれども、まあ、このゲーム簡単に説明をしますと、ホラー鬼ごっこみたいな感じです。逃げる側が生存者っていうんですけど、生存者が4人に対して鬼キラーですね、殺人鬼側が1人という、合計5人で、まあ、知らない誰かとマッチングをしてやっていくというゲームです。まあいろいろな能力を駆使しながら、生存者側は発電機を5個つけてゲートを無事に開くことができれば逃げ出すことができてクリアと、で逆にキラー側は4人全員を、フックに引っ掛けたりして生贄に捧げることで目標が達成されるというゲームです。まあ、詳しい説明はプレイをしながらやっていこうと思うんですけれども、まあこのゲーム最近すごい流行っているので、なかなか初見さんの方はいらっしゃらないと思うんですけれどもね。はい、僕一応解説したいだけです。でまあ今まで殺人鬼ではまだ1回2回ぐらいしかやってないので、まだちょっとね慣れてない不安なので、しばらくはこの生存者側でやっていこうかなと思います。で僕が、一番使っているのがこのクローデット モレルさんですね。この人は、敵から攻撃を受けた時、まあ最大2回まで攻撃を受けることができるんですけど、普通は仲間から治療してもらわないといけないのが、自分で回復することができるセルフケアというスキルみたいなものを持ってます。まあ、パークって言うんですけど、これを持っていて、まあある程度のレベルになると他のキャラクターにもこれが付けられるようにはなるみたいなんですが、まあ僕の今のレベルはそこまで達していないので、しばらくはこのキャラでしか回復することができません。で、あと今回は他にね、この共感っていうパークと凍りつく背筋っていうパークをつけていきます。でまあこの共感っていうのは、自分からその32メートル以内の傷を、敵から攻撃を受けた味方が黄色く表示されるようになります。壁とかがあってもね。ただまあエリア全体っていうわけではないので、なんかレベルがあって、このレベルが上がっていくごとに、まあ、効果の規模とか効果の高さとかが変わってくるんですけど、まあ僕のこの教官はまだ一番最初の教官なので、そんなに広い範囲は見れません。で次がこの凍りつく背筋、まあこれも自分からこの12メートル以内にいて、なおかつ視線がこっち側を向いていると、このパークのマークが点灯します。 だから敵が見てるときはこれがついてるので、まあ、近くにいてなおかつこっちを見ていると分かるっていうスキル、まあ、パークですっていう感じかな。でもあと他によく使うのがこのネアカールソンで、ネアカールソンも一応レベル10になったので、まあパークが3つつけられるんですけど、レベルが15になると、まあ、4つ全部装備できるようにはなるんですが、まだ15まではいってないので、しばらくはよいしょレベルを上げていこうかなという感じでございます。あ、来た。よし、準備完了です。
さあ早速やっていきましょう。マッチングが早い時もある。はい、ですね、ちょっとマッチングをしたんですけれども、まあちょっとあんまりよろしい結果とは言えず、面白みもない感じだったのでカットをしました。改めてやっていきましょう。そもそも、ああマッチングしたわ。まあまあまあ、うん、さっきは全滅させられたけど、今回こそは生き延びてみせる。このさ、ローディング画面の時にさ、キラーが誰かっていうのが分かっちゃうのかな。これってどうすればいいんですかね。一応なんかチュートリアルとかを全て非表示にするっていうのはしたんですけど、これはまた関係ないってことなのかな。さあやっていこう。キャンベル神父の教会、ステージいろいろあるけど、お、リーダーついてないホワイト。お、教会がある。ここ新しいステージかな。破滅はついてないみたいだ。さっきのキラーの人はすごい強かった。あまりグレートを出そうということをあまり考えない。グッド意識ね。あまり同じ道は歩まない方がいい。受け。トラッパーっていうのは分かってたけど、教会にいる感じ。おっと、トラップにかかっとったな。いや、解除したのかな。お、工具箱。32メートル以内っていうのがそもそもどれぐらいなんだろうね。発電機見っけ。地下室のすぐ近くだから危険だよね、ここ。敵がね、僕すごい苦手で、敵が近くにいた時どっちから来てるか全然わかんないんですよね。あー、また違う見方が受けたな。はい、グレート。お、グレート。来ないでね。落ちた。こっちもつけられる。よし。どこ？向こうか。発電機、あとあそこにあるな。けどあそこはさすがキラーに近いですな。
ここにもある？上にいるか。あのと、ちょっと味方の、まずい。あ、いけた。すごいこの操作が苦手で。おっと、やっつ。来てるよね。そりゃ逃さきがない。いや、解除したのか。あら、あら、マジか。オッケー。おお、逃げた。あと一個。とりあえずあの人を助けたいな。びっくりした。ん？近いな。あの人が狙われてる。どこにいる？来ないで。まずい。え？解除の音か。来た。あ、パッチがあった。あ、来た。どう。あ、下手くそだよ。なんかまだ慣れないんだよな。そうだ、開けるんだ。少しの時間稼ぎにもならなかった。悔しい。もう僕だけでも完全にする気でいるのか。とりあえず僕は逃げる。あ、ありがとうございます。あまりにもいろいろ緊迫しすぎてて全然実況プレイにもなってないっていう。よし、
ありがとうございましたということで、また実績を解除したぞ。あともう一人がまだ逃げられてないみたい。あ、逃げられたね。オッケー、めっちゃブラッドポイントもらったぞ。さあ、というわけでやってまいりました。2回目。お、あれってローリーさんっていう人かな。よろしくお願いします。発電機、あったあったあった。今回はキラーが分からないけどいる。なんだろうね。あれ、一人あれ、いるないるな。トラッパーだなあれ。一人のクローゼットさん、ごめん、来てくれたけど、こう二人しか無理だわあんまり来ないでほしいけど。不安の元凶。なんか確か近くにいたらどうのこうのとかいうやつ。うわー、食らっちゃった、さっきの人。ごめん、僕はこっち行くよ。ちょっとね、罠があるかもしれないから気をつけなきゃいけない。ここにあるのは知ってるんだけど、あら、あ、そっちを追う。うわー、邪魔するんだあら、意外と見えてないな。チェイスしてる。あ、向こう行っちゃった。周りをうろうろしているのか。あ、どっかに設置している声が、音が聞こえる。はい、来ました。どっかは調べないでくれ。とりあえず直す。あ、助け出してくれたみたい。気をつけてね、そこトラップあるから。あ、あ今直すから待ってなさい。見つかったら袋工事なの。あれ、
通信が切れた。結構近くないもんね。ここが通電すると確かそこのゲートが開くはず。向こうに釣られたのか。なんか罠がこの辺りになかった。なんかさ、さっき設置してる。あ、あった。まずい。あー。あー、失敗したー。失敗したー。みんな頑張って発電機を発電してくれ。よっ、あー、ダメだった。近い。あら、バレてる。逃げ出すことができるのかな。やっぱあの人追ってるんだよね。いや、そうでもないみたい。どうしよう。ああ、ありがとう。とりあえずあなたも直す。いや、近いな。こっちに後をつけるよ。ごめんなさい、お待たせしました。あ、ごめん。あの元気だから近いのかな。まずい。さっきとは違うんだ。全然違うんだとか何を言ってるんだ私は。そんなところにフックがあったのか。下手すぎるよ、下手すぎる。あの人は助かる、ダメージも受けてないし。あ、着いた。向こうとすぐそこですね。来てくれるかな、あの人。間に合わないよな。間に合わない。超もがくけど。あれ、あの人諦めちゃった。うわあ、もう無理だ。殺された。じゃあ次はネア。ネアだね。ネアさんはこの都会の逃走術、これはね、しゃがみの状態でもほぼ歩いている速度と変わらない速度で移動ができるっていうパークです。これいいよね、で、あと血族、これは自分が釣られた時にランダムで他の
生存者一人の居場所が、まあそれ以外の人にも見えるようになるっていうパークです。釣られるの覚悟のパークですね。で、あとスマートな着地、これはまあ高いところから落ちた時に動けなくなる時間が減少すると。で、まあ、あと全開状態だったら3秒間なのかな、これ。あ、全力疾走みたいな感じなのか。着地後に、3秒間だけ普通より速く走れるけど、その後なんか疲労みたいなのが50秒間あるのか、しばらくは使えなくなっちゃうみたいなパークみたいです。さあ、というわけでやっていきましょう。 いきなり地下室入り口からだね。地下室行ってみよう。今回のキラーが誰なのかがわからない。あったあったあった。え？不安の元凶っていうことはトラッパーなのかな。よし、救急キットだ。これがあればクローデッドモデルのセルフケアがなくても回復ができると。やっぱ都会の逃走術早いな。発電機どこにあるんだろう。あったあった。おっと、かかったぞ。こうやって助けに行った方がいいかな。いや、遠い、遠くね。あら、ちょっとごめんなさい。ああいう時にすごい、自主性がないなって感じ。グレート、これ直してから助けに行けるかな。はい、他の誰かが助けに行ってるかどうか分かんないかな。え？あ、解除か。今のは解除だ。間に合うかな。まだまだ全然下手ですね。え、あ、そこから来るんかい。あ、全然ダメだ、全然ダメだ。地下室、あ、地下室は避けたい。あー、よかった。最悪。
仲間を助けに行こうとしたのに助けられず結局捕まるって。すごい近くまで来てくれてる。ありがとう。近いな。まずい。僕は食らいたくないんです。でもね、どっち、こっちかな。ダメだ、下手くそすぎる。笑えないじゃあ。全然笑えない。追われたら絶対捕まるっていう感じになってるしさ。せっかく助けてもらったのにこんな無駄にするなんて悔しい。ああ、あの人追われてるのか。もう無理だ。うわうわ、2回連続。はい、というわけで気を取り直してやっていきたいと思います。とりあえず発電機を見つけたい。あったあったあった。近いか。近いな。バレてるし。なぜか分かんないけどバレるんだよね。今押したじゃん。今押したじゃん。信じられない速さで捕まったんだけど。おかしいな。なんかもうちょっと今までうまくできてたのにって言い訳したくなっちゃうほど下手くそなんですけど。皆さん遠いですね。あ、フェミンちゃんが来てくれた。直してくれるのかな。
マジ。バレてるかな。先に僕が直しますね。ああ、仲間が釣られた。直してくれる？なんかあのさ、左上のなんかのマークがあるんですけど、あれは一体何なんだろうね。ありがとう。助けに行くよ。いるな。いや、立ってもあまり変わんねえ。あ、助けた。来た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 。走ってこの場から去る。あらっちゃった。発電機どこだ。あった。どこだどこだ。あら、そんな近くで。多分そこの服に釣るんだな。あっち釣らなかった。ラベチリとかがついてるんだったら別だけど、行ってくれそうだ。僕はこっちの修理に専念したい。来るかな。もうなんか無反応になっちゃってますよね僕。トエトさんいなくなっちゃったっぽいな。あっつ、危ない危ない、逃げろ。行き止まりじゃんここ。あ、え、バレてなかったの。とりあえず直します。びっくり。あのチェーンソーに当たると一撃で瀕死状態になっちゃうので、さっきよりはいいんじゃない。まあ味方の方が大いに強い人がいるっていうのもあるかもしんないけど。釣られた。あー、失敗した。いや、しかし僕は大丈夫。
あの人さっき一回釣られた人か。来てるな。ちょっと動けないんだけど。最悪。さっきとは違うんだって言いたくなっちゃうけど、この感じだとまずい。あーダメ、終わったー、最悪ー。あー向こうの人は助かったみたい。よかった。僕はもう一回釣られてるから。なんかああいう時に周りの状況がよく見れてないよね。こういうアングル変更がすごい苦手っていうのはあるかもしれないけど、あ、バグのコマンドって結構判定がシビアなんですね。というわけで処刑されました。まあ仕方ないさ。そうなるとクローレットさんの方を買い託していくか。 OK、 あと1レベこの植物学の知識っての欲しいね。 OK、 戻ります。はい、というわけで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。まあ全くと言っていいほど活躍できなかったし、4回やって1回しか逃げることができなかったので、まだまだですね。これからも練習を重ねていきたいと思いました。というわけで以上、ジャック RXY でした。ご視聴ありがとうございました。普段僕は PS2 とかのゲーム実況をやっております。僕のゲーム実況のプレイリストが URL が動画の概要欄にありますので、気になったという方はぜひご覧になってみてください。またね、このデッドバイデイライトも不定期ではあるんですけれども、まあ曜日も特に決めずにあげようかなと思っております。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。